さん、冬のゴルフって寒いじゃないですか、はいはい、やっぱ番手とかって上げる、今日ぐらい暖かかったらもうほとんど変わんないですけど、もっと気温が低かったりしたら上げますね。やっぱ飛ばないのは合ってるのか、でもやっぱそれは多分私の中のイメージですけど、まあ、誤差の範囲、気温は誤差の範囲で、やっぱりこう着込むせいで飛ばなくなってる方が大きいんじゃないかな。体が動かなくなってみたいな、はい、まあ、でも凍ってて飛ぶってこともあるもんね。そうですね、逆にね、逆にね、はい、そっか、凍ってたらなんかもう距離とか全然変わってきちゃいますけど、うん、でもなんか薄かったりもするじゃないですか。あ、こういうのってなんか気をつけるポイントあるんですか、こういう薄い、そうですね、なんか下が凍ってるとちょっと跳ねやすいっていうのはありますね、クラブが。そうそうそう、あ、そういうためにもやっぱ浮かないって、押し込むっていうのは大事、押し込むっていうのは大事。雨のゴルフとか冬のゴルフとかに対応できなくて、私全然それがやっぱ苦手ですか。苦手、全く当たる気がしなくて、なんかクラブが滑るんじゃないかとか。あ、まあ確かにちょっとフェイス面は滑りやすいですよね、その雨降ってると。もうだからジャバッとして終わるみたいな。雨の日ってちょっとでも降ったりしちゃうともうズボーって入っちゃうから、やっぱこうどれだけこう薄くというかクリーンに取れるかっていうのがすごい大事になってきちゃいます。でさらに前でね、前はいくらでもだもんね。あの先は別に関係ないですけど、そうですもんね。そういうゴルフしたいよね。だから美穂さんの打ち方見てると、なんかいつでも対応できそうだなって思う。雨はそんなに気にならないですね。左からですかね、うん、9番アイアン。うん、ナイス。あの先がちょっとわかんないけど、やっぱバンカーの上っていうよりピンの右狙ったんですか。そうですね、もうここは実際どれぐらい左に切ってるかわかんないですけど、ちょっと右目でもいいかな、うん、確かに。ナイス。お、うまく打てた。お、お、近そう。いや、手前そう。手前そうです。なんか変な止まり方しましたね。なんか結局キス、そう、キュキュって。え、なんだ今の。あ、強いし、強いし、ちょっと、あれ全然違う。来た来たー、すごーい。いや、来ますね今日。いや、この間も来てたけどね。やってくれると思ってるけど、ほんとすごい。何バーディーいるんですか、60代って。え、でも終わったじゃないですか。でもまだこれからこう。もう終わりました。ポギーとか、なんとかないよ。あ、引っ掛けたね。こうやってやる癖があって、やめた方がいいよ。やります。え、どこ、これですか。私もこの派なんで。あ、本当。あ、私は両方。あ、両方、はい、減ったと思いますよ、はい、両方。こうやってやると、はい、なんかあんまポンと当たんないよって言われていいよ。なんかこうやって普通のグリップみたいに持ってるんですけど、あ、そうすると強いんですよね、毎回。なんかあの正直パターは自分なんかまあ思ったところに出せるやつが一番いいと思います。距離感とかもそうですけど。そっか、バンカー、ここはまず短い、距離がないっていうのと、はい、右のブッシュが結構220ぐらいでもう入っちゃうんですよ。あ、なるほど。じゃあ、ないですね。ヒョウさん、去年何ラウンドしたんですか。去年は207でした。207数えたら、あの番組史上最強のラウンド数ですね。200はいないわ、さすがに。そうなんですかね、結構。まあでも年末とかはすごいラウンドします。ナイスショー。あ、ちょっと巻いて。あー、届きすぎかも、飛びすぎかもよ、美穂さん。ちょっとバンカー入ったか
もしれないですね。ないけどラフで止まってるかもしれない。体は平気なんですか？なんかラウンド自体は辛くないんですけど、その移動、今日はなんか茨城行って千葉行ってとかっていうのが結構辛いは辛いですね。押す押す押す、起き上がらないで押す。あ、でも押したけどなんか押し方が違う、うん、でもやっぱその方が起き上がってないからいい、うん、起き上がってないですよね。起き上がってない。でも言い方もちゃんとこう前に出てるし、でもこれは別に突っ込んでない。ちょっと多分ミスショットした時はちょっとこう早くはなっちゃうんだと思うんですけど、うん、打った後にこう一緒に行きながら押すからはい、よくない。振られて、そうそうそう、まあ極端にやるとそうだ、ね、今の感じで振られて、振られてから起き上がる。右に大丈夫、残したくないですよ、ずっと右で昔からもっと、だから引っ張り合おうと思って右に残っちゃうんですよ、次ちゃん。そう、だー、届いてくれ。おおギリギリ、いやめっちゃいい。てかアイアンの方がやりやすい。あ、ほんとに10ヤード、うん、のフォロー、ギリギリの番手で、ギリギリの番手で58度で80ヤード58度で打つんですか？普段は75までですね、ちょっとフォローなんで。なるほど、飛ぶね。私60ぐらいしか打てない。全然届いてます。ちょ結構ちょっと、わあ入ったかもよ。入っちゃったかな。入ったかもよ。出てくれたら嬉しいな。コンコンってなったもん今。コンコン、楽しみだな。お昼、お昼メンチカツ、メンチカツかパスタか。すごい、ここのお昼は豪華なんです。エダブルキッチンっていう有名なレストラン、中目とかにある。でそれが入ってる、うん、だから朝ごはんもすごい朝カレー有名です、ね、お、スタッフさんも近い。近い、私絶対手前だと思うから。美穂さん多分あれそうなのかな、うん、あれ私が本当だ、信じるボールだ。やっぱスピンだったのかな。自分を信じようボール。お父さんもらったよ、この間ソフトバンク。いやー惜しい。しかも結構早かった。いた、ナイスー、やったー、超強い。びっくりした、強くてもう入っちゃえば。うん、ナイスパー。いや確実。みおさんは、はい、ゴルフ以外の趣味、はい、いや、なんかあるんですか？趣味というともうスノボですね。今の時期、今の時期一番楽しい時期なんですけど。もう今年も行きました。今年ももう2回、2回行ってきました。どこ行ったんですか？と大体新潟なんですけど。湯沢？神楽の方。へえ、それはゴルフにのトレーニングは兼ねてない。あ、トレーニングって言ってるんですけど、名目は割と楽しんでます、いや実はね、インスタで見てたんですよね、むちゃくちゃパウダースノーで。あ、本当ですか？では皆さんにもね、そのシーンをねご覧いただきたいと思います。流れるんですか？流れます。お願いします。じゃあでは美穂さんのスノーボードのシーンどうぞご覧ください。まだ私初心者なんで、あれなんですか？え、初心者なの？一応2年前、3年前とかに始めて。嘘！すごいハマっちゃったんです。めちゃうまいじゃん。全然まだまだまだ。私だってもう何回もやってるよ、多分3、4年前ぐらいに始めて、はい、なんだこれと思ってなんだこれって事件みたいな漕ぎ方するじゃないですか。あー、そうですね、板が外れないから危ないです、ね、
すっごい悲惨なことになって次の日に。筋肉痛ですか。そう。でも初回はすごい筋肉痛になりますね。今年は超降ってるっていうから。今年はパフパフですよ。本当に。行こうかな。すごい楽しい。リンゴルフで流そうかな。スノーボード行って。番外編。番外。足腰の強化ってことで合宿に行きます。どこ行くトレーニングに。はい。うまい。よし。よいしょ。なんか意外と上げてる気がするんだけど。と一応ワンマンって上げました。かもしれない、ね、見えた見えた埋まってるの見えたもういけない。あーむずい。相当埋まってる。足跡に入らなくてよかった。早い絶対。止まれ止まれ。やだー。やだーめっちゃ早い。やっといった。てか本当に早いんだけど。無理になる。皆さんあのチャンネル登録と高評価の方も言えんでないな。やばい。皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。コメントもお待ちしています。美穂さんに聞きたいことあったらどんどんコメントに書いてもらえると嬉しいです。お願いします。では次回も楽しみにしててください。バイバーイ。